こうか。こうだろ。一回当たってからまた踏んでるから。ドーン。ドーン。あ、でもそうかも。さっきよりはいいけど。ドーン。あ、ちょっとまっすぐ。これ落とす。ちょっと兄貴のそうだ。なんか上よかった。あ、でもさっきよりも次さ、足から動かす、体から重心から動かしちゃうから、アタックした時にもう一回踏みになっちゃってるから、それまでスキーが乗れてないんだよ。乗れてないでスキー体の向きを離れた状態でポールに向かっていって、でボール過ぎてから重心が乗っかって、ちょっと遅い、ボールの手前重心乗っていかない、だから軸が移動しても構わないから、体とスキーをまずスキーにしっかり乗っかっていきます。それで動かすのは足首膝から動かします。もうそれだけ考えてやる。みんなやっぱチャーリーだ。ほら来た。危ねえ。ゲートばっかり。ねえねえねえ、ゲート向かうまでしっかり乗っていかなきゃ。全然もう体がボールの方にこうやって寄り添っちゃって、スキー全然乗れてないじゃん。乗らなくて、これだったらこっちを優先じゃない、こっちを優先していかないと。乗っかった状態で膝を入れていけば、ゲートに足元が近づいていく。今のは体が近づいても足元はゲートから離れていっちゃうから、それを逆をやってくれる。そのためだから、さっきスタートしたように膝から下をまず動かしてもらってよってなってる。だからスタートしたら掘れてるのが何しようが、別にアタックしなくてもいいから、必ずこっちを動かしてくるんだよね。それだけ。そういうセットを立ててこれがボールで、ほら、通したらいい。ビビっていけない。音スキーはみ打ちスキーが一番深いだ。でもほら、さっきより頑張ったじゃん、足使ってきたじゃん、ね、今のどんどん続けて、それで今こうやって溝がもうできてきたじゃん。で、溝の深いところ内足が通って外足が高いところになっちゃってるから、これさ、頑張ってこういう風にしてね、外足がこう、あの溝の一番深いところ入って、内足がちょっとこう高いところに添えてあるような感じ。ギャーン、ギャーン、そうするともっと楽になる。さっきよりとにかくスキーラウンドさせてね。スキー早く滑るにはもうスキーをしならせなきゃいけないって、角付けプラス圧を加えないとスキー絶対走ってこないから。サウンド初めてのスキーって威力発揮するから、ね、どんなにポール近く通ろうとしたらスキー棒になったからね。
とにかくゲートの熊で乗ってけ乗ってけ、ジューン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 、ポジティブなんでマウンスピード真上の風って突きをどん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 ゲートに手前で繋がせる、そうすると晴れてもスピード乗ってくるから、ね。